どうも、侍翔です。今回は動物が大好きすぎて毎日動物の動画を見ている僕と一緒に思わず笑っちゃう動物たちのハプニング映像を見ていこうのコーナー第1弾をやっていきたいと思います。息が続か。動物たちの面白動画ってめちゃくちゃ癒されるし、もう笑えるからもう無限に見れちゃいますよね。ということで今回はいつものようなツッコミ動画というよりかは癒し重視の動画になってると思います。この動画がいいねって方や動物が大好きだよって方はぜひ高評価よろしくお願いします。高評価が多ければ続編も出します。はい、ということで早速本編見ていきましょう。これだ。ワン、ツー、スリー。何この組み合わせ、めちゃくちゃ可愛いや。カー君、蹴ったらあかんよ。蹴ったらあかんよ。違うよ。あ、何か見てんの。あかんよ、あかんよ、あかん。おお。ああ。うん、この猫何者。うわ、キスしてるイルカ。かわいい。それにしてもキスすんな。もしかしてこれ中身おっさん。あ、猫ちゃん。お、え、これ自分で猫じゃらしやってない。え、すごいすごい。これ持って大丈夫か、浮かせれるか。おお、一匹二役。あー、なんか喧嘩しとんの。あかんかん、危ない危ない危ない。めっちゃ吠えるやん。あ、危ないよ、そんな話は喧嘩ず。あー、うん、実はお互い小心者。あ、ワンちゃんが寝てる。あ、なんか来た。あかんよ。あー、危ない危ない、引っ張ったら、うん、ひどい。ワンちゃんそんなことしたらあかんよ。うん、飼い主の横で寝たかったみたい。おお、めっちゃ嫌がるやん。なんか脱走しようとしてんのかな。大丈夫、バレへんようにな。いけるか。おー、いけた。おー、うーん、とばっちり受け取る。うーん、スローモーションの喧嘩みたいやな。食べ物の奪い合いしてる。あー、どっちが勝つ、どっちが勝つ。キョムモット、これは奈良の鹿ですかね。これ道路渡ろうとしてんのかな。でも鹿って急に飛び出したりとかするからちょっと危ないよね。大丈夫、ちょっと車の人たちも気づいてね。いや、危ないよ、いたらあかんよ、あかん、あかんよ。おお、ちゃんと待つわ。うん、奈良の鹿かしこ。あ、ワンちゃん。こがんでええんやで。ワンちゃんこがんくてええんやで。自分の力でこいでると思ってる。その純粋なままで大きくなってね。